現在がんの中で罹患する人の数が最も多いがんを知っていますか？それが大腸がんです。死亡者の数も女性で1位、男性で3位、全体で2位と、決して誰にとっても無視できない恐ろしいがんです。日本人の食生活の欧米化が大腸がんが増えている原因かもしれないとも言われているんですね。そしてその症状はがんの早期にはなかなか出現せず、疑わしい症状が出た段階では必ず病院を受診する必要がありますし、当然早ければ早いほど治療できる可能性も上がります。何より症状が出る前にも大腸がんに関しては絶対に皆さんに知っておいてほしい、科学的に効果が証明された予防、早期発見の方法もあります。そしてポリープについても知っておいてほしい知識があります。絶対に見逃してはいけない大腸がんの症状とはどのようなものなのでしょうか？そして必ず知っておきたい予防法とは何なのでしょうか？こんにちは。予防医学チャンネルで今日も大事な体の勉強をしていきましょう。今回のテーマは大腸がんです。がんの中でも現在増加傾向で罹患数第1位ということで、全ての人にとって特に意識してほしいがんです。芸能人でも今井正幸さんや坂口良子さんといった方も大腸がんの犠牲になっている怖いがんですが、早期発見することで死亡率を低下させることができます。今回はそんな大腸がんの症状やポリープが存在する場合、そのリスクについてなどを徹底解説していきます。動画の最後では大腸がんの予防法についてもまとめておりますので、そちらも合わせてご覧ください。それでは早速解説に参りましょう。はい。ではまず大腸がんについて簡単な説明をしておきます。そもそも大腸とは食べ物の通り道である胃、十二指腸、小腸を通過した先にある臓器で、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸、直腸という順番で便が通過し、肛門から体の外に排出されます。このどこかにがんができてしまうことを大腸がんと呼びます。大腸の手前の小腸は主な役割が栄養と水分の吸収で、胃で消化された食べ物から栄養分や水分を吸収していきます。一方、大腸の主要な役割は便を作ることとその通り道です。小腸で栄養を吸収された後の体にとっていらないゴミの成分からまだ吸収しきれていない栄養と水分を吸収してあげて、最後の最後の残りカスを便として程よい硬さにして体の外に出してあげます。腸でしっかり水分が吸収できていないと下痢になってしまうこともありますし、逆に大腸の動きが悪くてスムーズに便が進んでいかないとだんだん硬くなってしまい便秘になってしまう。このような仕組みなんですね。そしてがんに関して言えば、小腸よりも大腸がんの方が圧倒的に多いです。理由ははっきりしていませんが、小腸の方が食べ物などの刺激物が居座っている時間が短いのとは対照的に、大腸はずっと便を溜めておく臓器だからといった説もあるんですね。そして部位としては、実は大腸がんのおよそ7割がお尻に近い側の S 状結腸や直腸という部分にできやすいとされているんですね。これも原因ははっきりしていないんですが、特に便が溜まっていることが多かったり、より形作られた状態で便が存在することで刺激になっているのではないか、このように言われることもあるんです。ではそんな大腸にがんができた時の検査や治療は実際の現場ではどのように行われるのでしょうか。まず大腸がんは血液検査でわかるんですかという質問をされることがありますが、血液検査で確定はできません。確かに血液検査で腫瘍マーカーと呼ばれるある種のがんが存在すると数値が上がりやすいタンパク質を測定できますし、大腸がんにも例えば CEA と呼ばれるようなマーカーも存在してはいますが、疑わしい人を対象に参考にはなれど、決定的な診断には使えないんですね。大腸がんの診断に最も役立つものといえば、下部消化管内視鏡検査、通称大腸カメラです。経験された人はわかるかと思いますが、下剤を飲んで大腸を空っぽにしてから肛門からカメラを入れて内部から腫瘍があるかどうかを確認していきます。もし怪しい部分があれば組織を取ってきて、良性なのか、はたまた悪性なのか確認していきます。そしてこの大腸カメラでポリープが見つかりましたという話は皆さんよく聞きますよね。テレビの人間ドックの番組なんかでも見かけることが多いと思います。ではポリープがあることはどのように捉えたらよいのでしょうか。実はこのポリープにも良性と悪性が存在するんです。良性であれば一般的には5ミリより小さいポリープであれば様子を見ることもありますし、大きめのものでしたらそのまま切除してしまうこともあります。しかし、例えば、腺腫ポリープと呼ばれるような、いわゆる悪性とされるポリープであれば、大腸がんの前段階と呼ばれることもあり、さっさと切除しておいた方が大腸がんの予防につながるとされる場合が多く、この悪性のポリープの存在を確認できるという意味でも、大腸カメラは意味のあるものです。ここで覚えておいてほしいのは、ポリープを切除したから一件落着というわけでもない。この事実は非常に重要です。腺腫ポリープができる理由としては、大腸がんができやすい体質だから出現するもので、切除したから一件落着というわけではなく、むしろ自分の体は大腸がんになるリスクもあるから気をつけていきましょうねという大腸からのサインである。このように捉えてくださいね。また治療に関しては、大腸がんが比較的浅いところに留まっていれば非常に幸運で、内視鏡、つまり大腸カメラを使ってくるりとがんの周囲を含めて切り取ってくる方法を取ることができます。また、がんが筋肉の層まで進行していたり、リンパ節への転移などがある場合は、全身麻酔の外科的な手術を行うことがあります。お腹を開ける開腹手術の場合もありますが、可能であれば腹腔鏡といって、お腹に小さな穴を開けて、そこからカメラでお腹の中を映して手術を行い、傷跡を最小限に留める方法もありますし、手術後も肛門をそのまま温存して使用できる場合もあれば、別の場所から排泄をする人工肛門を作らなければいけない場合と様々です。そして全身への転移が進んでいる場合は、放射線治療や抗がん剤を使った治療を行わなければならない場合もあります。そのため、できるだけ早い段階で大腸がんを発見して、手術ができる状態や体に負荷がかからない治療を行ってあげることが非常に重要になってきます。というわけで続いて、できるだけ早く受診するために知っておいてほしい大腸がんの症状や、早期発見法、そもそもの予防法について解説していきます。予防医学チャンネルでは、医者の見地から科学的エビデンスに基づいた医学健康情報を発信しておりますので、チャンネル登録しておくときっと役に立ちます。また、40歳からの予防医学という中高年に必須の医学を一冊に凝縮した本も好評発売中です。本の方でもがん予防について詳しい解説もしておりますので、ぜひご覧ください。はい。では、大腸がんの症状について解説していきます。大腸がんの症状として最もありふれたものは、血便です。大腸がんは、がん自身の細胞に栄養を行き渡らせるために、人間の体の中で勝手にがん自身につながる血管を作ります。この血管を医学用語で新生血管と呼びます。もともと使われている人間の体の血管は、慣れたプロが作った血管なのでしっかりした作りですが、がんは血管作りに関してはアマチュアなので、新生血管は少し脆い作りになっています。そして大腸を便が通過するときに、この新生血管に便が当たってしまい、血管が破れて出血してしまうという仕組みなんですね。以前胃がんの動画でも説明しましたが、胃がんなど胃からの出血が原因の場合には、血が腸までたどり着くまでに時間がかかったり、胃酸に反応したりすることで黒っぽい便になります。一方、大腸はもう肛門の手前に存在する臓器なので、大腸がんからの出血の場合は血液が新鮮な状態で体の外へ出るので、赤っぽい色になっています。これを医学用語で鮮血便と呼びます。もちろん血便の原因としては切れ痔などが原因の場合もあるんですが、一定期間など続く場合や心当たりがないといった場合は、大腸から出血していることも考えなければいけません。また大腸がんの症状として立ちくらみがしたり、ふわっとしためまいのような感覚を感じる方もいます。これは大腸がんによる貧血によるものなんですね。今説明したように大腸がんが作った新生血管が破れて出血することで血便が出現します。そしてこの血便の影響で体の外に血液がだんだん出ていってしまうことで貧血が進行し、貧血による症状が出現する場合があります。貧血の指標となるヘモグロビンはだいたい7を切ると輸血が必要な目安と言われているんですが、こういった立ちくらみの症状で病院を受診し、ヘモグロビンがなんと4で緊急の輸血が必要になりました。こういったケースも存在します。特に男性の原因不明で鉄分が足りていないことによる貧血の場合は、まず胃がんや大腸がんの可能性を考えて胃カメラや大腸カメラを行う。こういうことが結構多いので、ぜひ覚えておいてください。また大腸がんに限って特徴的なわけではありませんが、がんの症状として体重が減少することがあります。もちろん意識的にダイエットをしたり、食事の量を減らしている時に体重が減っていくのは問題ないんですが、もし何もしていないのに体重がどんどん減っていく場合は怪しいです。自分の体の中にがん細胞が住み始めると、がん細胞は自らが生きるために人間の体の中で栄養分を探し求めます。そこで宿主である人間が持っているタンパク質や脂肪を崩壊させて自分の栄養分としてしまい、体重が減っていく。こういう仕組みなんですね。具体的には半年から1年の間に自分の体重の 5% 以上が減ると医学的には異常とされていますので、ぜひ覚えておいてください。また大腸がんがだんだん大きくなっていくと、当然大腸の便の通り道がだんだん狭くなっていくので、便が細くなってしまったり便秘になる、こういうこともあるんですね。そしてもし大腸がんによる便秘だとすると、最終的にかなりがんが大きくなってしまうと便が全然通れなくなってしまい、大腸がんに遮られてどんどん便が溜まっていって全く出なくなってしまい、腹痛がひどくなる場合があります。このようなケースを腸が詰まって閉塞してしまうことから医学用語で腸閉塞と呼びます。ひどい場合はあまりに長い間便秘を放置していたら大腸がんが進行し、急にお腹が痛くなって救急搬送され、そのまま手術にというケースもあります。もちろん便秘や便が細くなることってありふれた症状ですし、女性だったら特になりやすいですから気にしすぎることは良くないんですが、あまりに長期間便秘が続いたり、腹痛を伴ったり、他の症状と合わせて存在する場合は一度相談してみてもいいでしょう。このような大腸がんの症状について、皆さんの知っている症状やご経験談があれば、ぜひコメント欄で教えてください。他の方の助けにもなるかと思います。さて、このように恐ろしい大腸がんですが、予防法はあるのでしょうか。まずがん検診に関しては絶対に知っておいてほしい非常に有効な方法があるので覚えておいてください。その名も便潜血検診です。先ほど症状のところで説明したように、大腸がんの症状として血便があります。ただ目に見えてわかる血便であればトイレで気づくこともできるでしょうが、必ずしも目で見てわかるような血便ばかりではなく、うっすら血が混じっているだけだったり、人間の目で見てもわからない場合もあります。便潜血検診ではこのような目で見てわからないような微量の便の血の混じりをチェックすることができます。方法としてはとっても簡単で、便を容器に取り提出する、たったこれだけです。検査で血液の有無を調べていきます。見逃しが少ないように2日間にかけて行います。この便潜血検査が陽性であれば、大腸カメラで内部のチェックの精密検査を行うことをお勧めします。そしてこの便潜血検診はエビデンスとしても、大腸がんの死亡率をなんと 20% も低下させることができたというものも存在しており、アメリカの予防医学専門委員会、通称 USPSTF でも、この便潜血検査は50歳以上の方を対象にグレードA、強く推奨する検査となっています。このグレードAのがん検診は本当に少ないですので、ぜひ行ってほしい検査なんですね。しかし非常に残念ながら、平成28年の国民生活基礎調査では、日本人の便潜血の受診率は約 40% で、なんと約 60% の人が便潜血検診を行っていません。あなたはどうでしょうか？すべてのがんに有効ながん検診が存在しているわけではないからこそ、本当にコストパフォーマンスのいい検査なので、50歳以上で受けていない方は絶対受けてほしいです。またよく聞かれるのが、大腸カメラはどのくらいの頻度で受けたらいいのでしょうか？という疑問です。これに関しては、元々の持病など人によるとしか言えないものの、アメリカの予防医学専門委員会では10年以内に1回行うことを推奨しており、少なくとも毎年のように大腸カメラを受ける必要は多くの人にとってないでしょう。なので大腸がん検診に関しては、毎年便潜血検診を行い、陽性であった時に大腸カメラを行う。陰性でも10年以内に1回は大腸カメラの検査を行う。ということを指標にしてもらえればと思います。カメラが苦手な人も10年に1回はなんとか頑張りましょう。また、そもそも大腸がんにならないための普段の予防法についても解説します。大腸のがんに限ったことではありませんが、大腸がんのリスクを上げる行動は、喫煙、過度な飲酒、運動不足、肥満です。しっかりと運動をして、悪い生活習慣は正していきましょう。また、食事に関して言えば、赤身のお肉は食べる量が1日 65g 増えるごとに大腸がんのリスクが上がったというデータもあります。赤身のお肉を全く食べないというのは多くの人にとって難しいと思うので、食べ過ぎてしまう人は頻度を減らしてみたり、白い肉である鶏肉は大腸がんのリスクとなるというデータは現段階ではありませんので、できるだけ赤身の肉を食べ過ぎてしまう人は白い肉に置き換えていくのもいいかもしれません。大腸がんの早期発見、予防のポイントとしては、痔など以外の心当たりのない血便が続いたり、またはそれにめまいとか、便秘も伴う場合は甘く見て放置しないようにすること。早期発見には50歳以上の人にとっては毎年便潜血検診を行い、少なくとも10年に1回は大腸カメラを行うことがおすすめ。予防には結局生活習慣を整え、適度に運動をする当たり前の対策が重要。あまりに赤い肉を食べ過ぎる人は頻度を減らしたり、鶏肉に変える手もあります。今回はこの3ポイントを絶対に覚えて帰ってくださいね。もしかしたら明日のあなたを助ける予防医学として役立ってくれるかもしれません。またその他のがんの症状の動画も合わせてご覧いただくと、がんについての理解が深まると思います。動画について高評価でも低評価でも構いませんので、評価していただけると今後の参考になるので、ぜひお願いします。それではまたの受診をお待ちしております。